江戸の店もあれです。少し遠回りになりますけど、他の建物自体もあそこへ忍び込みます。わかった。それじゃあこっちです。改めて秋山です。ヒロさん、そちらの二人が広島の。ああ、広瀬一家の若頭南雲と若衆の雄太、ハルトの父親だった辰川も前は広瀬一家の組員だったんだ。南雲じゃ。宇佐美雄太です。秋山さんのことは桐生の兄貴から聞きました。前はカムロ町の金貸しっちゅうことでしたの。前はね、今はまたホームレスに逆戻りでして、それより江戸の店に忍び込む作戦ですけど、まずはこの建物から入り込みます。いくつか建物の中を突っ切って、さっきの江戸の店の3階あたりの窓から忍び込んでくってのは俺の考えです。うまくやればほとんど中国人マフィアとやり合わずに江戸のところへ行ける。その江戸中中国人は今ちゃんと店におるんか？大抵はね。もしいなければ江戸が店に戻ってくるまでこっそり建物の中に隠れて待ちます。できたら願い下げな状況っすね。それ同感だね。他にもやりようはあるんだろうが構わない。今とにかく江戸と話さえできりゃそれでいい。それじゃ行くか秋山。ええ、あ、そうだ、これ渡すのを忘れてました。ん？東条会の元四代目が西洋会に忍び込んだとなると騒ぎになりますから、気休めかもしれませんけど、いいでしょこれ。またこれをかぶることになるとはな。みんな考えることは同じなんすね。まず俺と桐生さんで先行して屋上へ行きます。それまでは南雲さんと雄太君はここで待機してください。さすがに4人全員で動くとバレちゃいますからね。屋上に着いたらロープを垂らしますんで、それを伝って登ってきてください。わかった。了解です。じゃあ早速行きましょうか。物音を立てずに静かにお願いしますよ。全部确认完了吗？是，已经全部交付了。好，那今天的工作结束了，辛苦了。多的。啊，对了，你今晚你有没有空？有是有，您不该又会去那家夜总会吧？好嘛，一个人去不好玩嘛。去是可以的了，但是你不能在付钱的时候睡觉了。知道了，知道了。您绝对是装睡的，对吧？没那么回事儿。いいですよ。待って。
キリュウさん。有可疑人物混进来了，他应该躲在附近，找出来。キリュウさん、バレないように隠れて。找到了，在这儿。あ、もう。仕方ねえな。うん。早く行きましょう。どう？ん？やばい！くそ！ハッスラ！キリさん、今のうちに早く！一時はどうなることかと思いましたよ。それじゃあ下でお待たせしてる二人を呼びましょうかね。よいしょっと。全員揃いましたね。
それではご案内します。やけに静かだな。あれ？誰もいない？もしかすると罠かもしれないな。ですね、面白うなってきましたわ。キリュウさんはそっちへ向かってください。さて、招いた覚えのない客だ。何者かな？俺が誰なのか、なんとなく想像はついてるんじゃねえのか。まさかとは思ってたが、その声はやはり。キリュウ・カズマ。道島の竜だ。俺を歓迎しろとは言わねえが、あんたには聞きてえことがある。相手してもらおうか。聞きたいこと？辰川って男のことだ。あんたら西洋会に出入りしていた情報や、奴を殺したのはお前らなんだろう。我々と言いますか、辰川を殺したのはこの私だよ。なぜ辰川を殺した？聞きたいことというのはそのことか。しかし、あなたに何の関係が？俺の質問が先だ。辰川のことはあなたにとやかく言われる筋合いではない。彼は西洋会を裏切った。辰川を殺した理由は組織の掟に従ったまでのこと。キリュウさんは
ヘイハイツという言葉をご存知かな。ヘイハイツ、中国の一人っ子政策を逃れて生まれてきた子供たちのことでね。彼らは戸籍を持たず、国家の管理も届かない闇の子供たち。しかしそのために最低限の生活すら国家に保障されない哀れな存在だ。一説によればその数は数億人。達川という男はそのヘイハイツの一人だった。中国人だったってことか。西洋界は多くのヘイハイツを日本にかくまい、戸籍を与えて救ってやっている。達川が余命連合会の極道になったのもいつか我々の役に立つため。しかしあの男は子供の頃に受けた恩を忘れ、組織を裏切った。その時から彼は我々の制裁を恐れていたはずだ。つまりは自業自得。達川がお前らにしでかした裏切りってのは何だ。さて、それこそあなたにお話しする義理はないね。どうしても聞きたければあの世で達川から直接聞くといい。この私が達川のもとへご案内して差し上げよう。キリュウカズマ、ぶっ殺してやる。久しぶりにいい運動ができそうだ。気を抜くな。
べちな外をつやんでつる桐生の兄貴、こいつがエド。ああ、タスカーを殺したのもこの男だエド、話してもらおうか。タスカワってのはどういう男なんだ。なぜあいつを殺した。タスカーがお前らにした裏切りってのは何だ。往生際が悪いぜ。答えろ。お前らはいつか必ず殺す。その前に俺がぶっ殺してやろうか。踊れら、ようやってくれたの。たった4人でアジア街を引っかき回してくれよった。どうなってる。なんでお前がこんなところに。陽明連合会の幹部か、中国マフィアとグルなのか。陽明連合会は広島で東条会と杯を進めてんだろ。なる。東条会と戦争してる中国マフィアはお前らにとっても敵のはずだ。俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時だな。何。俺はな、桐生さん、中身は生粋の中国マフィア、最初から最妖怪の人間なんだよ。なんだと。それじゃお前も達川と同じってことか。達川。達川は中国人のヘイハイスとかいう生まれだったって話だ。そして子供の頃から日本人になりすましていた。ああ、確かにそこまでは同じだよ。ただ俺は達川と違って最妖怪を裏切りはしない。お前らは一体何なんだ。広島で何をしていた。この状況であんたが質問できる立場か。お前らこそ何のつもりだ。このアジア街に殴り込んだ理由は何だ。今すぐ全員で死ぬつもりがないならそっちから答えてもらおうか。お前らが達川を殺した理由を聞きに来た。達川があんたに何の関係がある。達川は広島で沢村遥って娘に春人っていう赤ん坊を産ませてカムロ町に姿を消した。遥は俺にとって娘も同然だ。沢村遥があんたの。そうか。それじゃあ尾道であんたと一緒にいたあの赤ん坊が。増すぞい、早くこいつらを撃て。何をもついぶっている。落ち着いてくださいよ江戸さん、ボスが来てます。何。ボスが。なんでわざわざこんなところへ。私は最妖怪総帥のローというものだ。あんたが中国マフィアの頭ってわけか。ああ、そちらのことは増添から聞いている。桐生さんは日本中のヤクザから一目置かれている人物だと。堂島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。毕竟那伟大的土地生长着不能被人知道的秘密，
ん？何？把枪放下来。キリュウさん、私たちの出会いの形は決していいものではなかった。だがお互いメリットのある関係を築けるはずだ。もう一度頭を冷やしてから改めて席を用意したい。明日の夜、私とあなたの二人だけで、そこであなたの知りたいことのいくつかには答えよう。俺には悪くない話だ。だが、それであんたには何の得がある？まず、私の持つこの店を、あんたたちの血で汚さずに済む。そしてもう一つ。我々は今、東条会との抗争を抱えているが、その裏に陽明連合会もついていることを承知している。桐生さんはその両組織のトップと対等に口を聞けるという、私がもてなす価値は十分にある。私の招待を受けてくれるか？はあ、分かった。いいだろう。明日の場所は桃源郷って倉庫だった廃墟ビルだ。ただしボスが招待しているのはあんた一人だ、桐生さん。いやようわしら生きて返されましたの。ほんま、なんで中国人たちはわしらを殺さんかったんじゃ。同感。もしかして舛添ってさっきの広島ヤクザ、いい人だったりする？いや、それはないわ。嫌味なやつじゃき、わしは今まで散々な目に遭うとる。ほいじゃが、あの舛添が中国人だったとはの。ヘイハイチとか言うとりましたか。タツカといい、舛添といい、一体どうなっとるんじゃ。ヘイハイチって何なんです？中国の一人っ子政策を守らないで生まれた子供たちってことらしい。エドはそう言っていた。ああ、聞いたことありますね。一人っ子政策って、二人以上子供を産んだ親に重い罰金がかけられたりするんです。でも中国の田舎の農家なんかじゃ人手が足りないっつって、こっそり二人三人って産んじゃうんですよ。ところが生まれた子を役所に届け出ないもんだから、戸籍も何もない。だから彼らは教育も社会福祉も医療も受けられない。あんた物知りじゃの。さすが東京もんじゃ。採用会はそのヘイハイツって戸籍難民を日本に密入国させてたってわけか。多分戸籍も偽造してやったりして日本人になりすまさせてたんでしょう。なんだろう、ヒューマンロンダリングとでも言うんでしょうかね。広島にはそのロンダリングされた中国人がゴロゴロいるのか。今までそんな話聞いたことないですけど。でも実際陽明連合会の中に達川と舛添の二人も紛れ込んでたんですよね。それが中国マフィアのスパイとして送り込まれたわけですか。採用会と陽明連合会ってのは何かつながりがあるんですか？わしらが知っとるわけないわ。わしらは所詮陽明連合会の末端の枝じゃけ。
俺らは達川を追ってきただけなのに、なんか妙なもん釣り上げちまったってことか。桐生さん、明日本気で牢の誘いを受ける気ですか？ああ、達川のことを聞き出すためだ。あいつが中国マフィアに殺された理由が何なのか分からない限り、遥の事故がただの事故だったとは言い切れない。もし誰かが意図的にやったことだとすれば、遥がまた襲われる可能性だってある。確かに。なるほど、そういうことすか。ほいじゃが、兄貴たった一人で大丈夫かいの？さっきあの場で殺されなかったんだ。明日俺が行ったところで命まで取る気はねえんだろう。牢が俺にどう出てくるつもりかは知らねえが、誘いを断る理由はねえ。わしらも行きたいとこですがの。達川と松添のことといい、あの中国マフィアは広島にも何ぞ一物持っとるようじゃけえの。あ、それで思い出したんですけど、牢が松添に何か中国語でつぶやいてたの覚えてます？ん？俺達川から中国語を教わってたんで、大体の意味は分かったんす。道島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。毕竟那伟大的土地，生长着不能被人知道的秘密。何？牢のあの中国語は何て言ってたんだ？あいつはこう言ってたんです。あの尾道の土地には決して起こしてはならない秘密が眠っているからな。決して起こしてはならない尾道の秘密。カムロ町の構想はどうなんだ、東条会さん。いつまで長引かせるんだ。時期終わりますよ。関東一円の頭の皆さんにはお騒がせしてます。こうやって親睦ってのも結構だが、東条会がいつまでも中国人に舐められてちゃ関西に隙見せることになる。カムロ町は関東ヤクザの顔なんだ。しっかりしてもらわねえとな。いやね、俺らはあんたみたいな若い人に頑張ってもらいてえと思ってんだよ。諸先輩方には俺みたいな若輩を同席させていただいて感謝しています。噂じゃ堂島の竜がカムロ町に来てんだって？さすがお耳が早いですね。都政を抜けた人間にいつまでもでかい面させちゃダメだよ。これからの東条会は聡明やさ、あんたの時代だろうが、そろそろあの老害には引っ込んでもらいなよ。老害？そりゃそうだろうがよ。昔はすげえ極道だったかもしれねえが、もう過去の話だ。男ってのは何をやってきたかじゃねえ、何をするかだ。口だけの老害の出る幕じゃねえってことよ。よう、もうその辺で。なんだよ。おい
なるほどな。それじゃあ結局例の達川がなぜ殺されたのか分からずじまいか。命がけでアジア街に乗り込んだにしちゃ見返りが少なかったな。だが達川が何らかのことで中国マフィアを裏切って殺されたってことまでは分かった。もしかしたらそこに遥の事故が絡んでくるのかもしれない。なんだ、それじゃ西洋界の中国人たちが達川と関係のあった遥とその赤ん坊を見せしめに殺そうとしたってことか。もしそういうことならもう遥とカムロ町に連れてくるわけにはいかない。伊達さんが遥を警察病院に移してくれていたのもいい判断だった。何にしてもまだ達川って男にはわからねえことが多すぎる。それを確かめるためにも俺は今夜ローとまた会うつもりだ。そうか。しかし達川にしても舛添ってのにしても中国マフィアが広島に潜り込んでたわけだよな。広島に何があるってんだ。やっぱり伊達さんにもわからねえか。はあ、なんかもう言葉も出ねえ。いつの間にか俺らの周りに中国マフィアが紛れ込んでたなんてよ。達川なんて俺はガキの頃から知ってたんす。もう誰を信じていいのかわかんねえ。ローの言ってた尾道の秘密ってのも何なんですかね。さあな。だが俺が今知りたいのは西洋会が達川を殺した背景だけだ。それが遥の事故と関係ねえってんならもう俺らが西洋会に首を突っ込む理由はない。ん？お前は染谷。踊れ。おい、こんなとこでよせ。まさか東京に来てまで踊れの面拝まされるとはの。何の用じゃこれ。ふん、神室町の女の味はどうでした？南雲さん、広島の田舎じゃ味わえないもんだったでしょう。桐生さんたちがホストクラブにいる間お楽しみだったとか。なんでそがなこと知っとるんじゃ。ここは俺ら東城会の町ですよ。お忘れですか。なんならあんたが店でどんなプレーしてたかまでここで話しましょうか。踊れこのクソガキ。何しに来た染谷。お前は東城会の手下に俺を襲わせるだけで高みの見物だと思ってたがな。今日は四代目にお願いがあってきたんです。悪い話ありませんよ。何？単刀直入に言います。四代目、この俺と手を組んじゃもらえませんか。何だと？四代目は昨夜西王会総帥の牢に会われましたよね。アジア街に牢が姿を現したと聞いています。同じ頃東城会の門がアジア街に入っていく四代目を見たと報告をしてきました。それでローと次に会うのはいつです。その時に俺をローと引き合わせてもらえませんかね。何を企んでる。ご存知の通り東城会は今ローの西洋会とドンパチの真っ最中です。お互いまだまだ流れる血が足りねえってんで終わりの見えねえ泥沼だ。ところが手打ちにしようにもローはある事件が起きて以来ずっと地下に潜っちまって足取りがつかめないでいる。ある事件聞いてませんかね。奴の息子ジミー・ローがカムロ町で殺された件です。ジミー・ローはカムロ町での実動部隊を動かす西洋会の幹部でした。ゆくゆくはローの後継者となるはずが町の片隅でゴミみてえに殺されたんですよ。東城会が殺したのか、ローの息子。刑事さんの前でヤバなこと聞かないでください。オフレコにしといてやるよ。どの道証拠がなきゃ警察は動けねえんだ。誰がジミー・ローを殺したのか知りませんよ。ただローは東城会がその殺しに絡んでいると思っている。だから東城会と西洋会の抗争に幕引くにはこの俺がローと会う必要があるんです。俺をローと会わせてください。四代目、たまには
あんたも登場会のために役に立ってくださいよ。ねえ。けどが、兄貴が踊れなんとの言うことを聞く義理はな、おい。兄貴はの、ローから大事な話を聞かんといけんのんじゃ。それじゃやっぱりまたローと会うことになってるわけだ。あ？ソメヤ、その前に一つ答えろ。聞いた噂なんだがな、アジア街を焼き払って西洋界をカムロ町に引き込んだ人間が東城界内部にいるらしい。この話聞いたことは？ありますね。その噂によれば西洋界を引き込んだ人間ってのは菅井さんと俺です。その後お前らは西洋界とグルになってカムロ町の抗争を演出した。警察は抗争の責任を東城会6代目に押し付けて逮捕し、おかげで菅井とお前は東城会の実権を握ることができた。だが今になって作り物だった西洋会との抗争に本物の火がついちまったってことなんじゃねえのか。俺が聞いた噂によればの話だがな。もしその噂が本当なら、俺や菅井さんは東城会の親に弓引いた裏切り者ってことになっちゃいますよ。馬鹿げた話です。ご質問には答えましたよ、四代目。それでどうします？協力してもらえるんですか？いいだろう。夜になったらまたこの店に来い。ローのところへ案内する。え、兄貴、ちょっと、ええんですか？ただしローには今夜俺一人で会うことになっていた。その約束を破る以上何が起きてもおかしくはない。結構ですよ。ありがとうございます、四代目。兄貴、いけんよ。あの染谷の下道は抗争相手のローをやる気じゃ。もしそがな真似されたらもうローから立川の話聞けんようになる。ああ、だからこそ俺は染谷と一緒に動くんだ。あの染谷って男は危険すぎる。いつ何をしでかすかわからねえ。狂犬は放し飼いにするより近くで見張ってる方がいい。なるほど。孫子曰く、友を近くに置け、敵はもっと近くに置けってやつですか。なんならそら、かっこいいじゃないの。キルさん、夜になったらまたあの染谷が来ます。あいつを連れてローのところへ行けば何が起きてもおかしくありません。キルさんは今のうちにいろいろ準備しといた方がいいですよ。ああ、そうだな。そしたら兄貴、わしらはここで待っとります。広島の方も気になりますけ、田頭や松永と連絡取っていろいろ聞いときますわ。